はい、どうもこんにちは、こんばんは、ラウンドでございます。今日はですね、久々にこの鶴見という場所に来ておりまして、まあ、鶴見の、まあ、某場所ということにしておきましょうか。はい、の防波堤でございます。で、今日はね、まあ、久々というか、まあ、ちょっとグレー釣りをしようかと思いましてやってきておりますけども、まあ、後ろにね、あの若い若い方が今釣れてるんで、来れば来ればっていう感じで、呼び出されましてですね、今ずっと見てるんですけど、なかなか釣れないという浮き見るのに真剣に見てるからねなかなかね釣れないんですよ。どうでしょう、なかなか難しいですね今日の釣果は3匹ゼロ。あ、ゼロまあこれからですよ。まあこれから釣れるそうなのでオキアミが残る、オキアミが残っちゃいます。おお、やべえっす、やばいな、沈んじゃったはい、まあというわけで、タックルをね組んでいこうかと思います。自分早速ね、今日はねパンコ釣法というなんか釣り方でやるみたいなので、全然やったことないしよく分かってないからね自分もどうなんだろうね。パンコ釣法というのはね、大分のね釣り方の一つじゃないですか。大分の釣り方って、大分で生まれた釣り方って言い方があってのかな、でそのパンコ釣法で今日やろうかと。ちなみに完全にパンコ釣法っていうのは初めてです。初めて、パン粉調法というのは完全に初めてなんですよ。パン粉にそのジャンボとか、なんていうのかな、オキアミとか入れてやったことあるんですよ。安いじゃないですか。それでやったことあるんだけど、その完全にっていうのは初めてですね。というわけで、まあ、防波堤からということで、タックルは軽めです。軽め。まあ、こんな感じですね。トーナメントの、磯1553ですね。はい、1個前になりましたけど、で、リールはハイパーホースのコンパクトでございます。今日はねちょっと強めに強めにじゃないけどサイズ的にはちょっとちっちゃいんだけど 1.25 で、ね、いこうかと思います。とりあえずちょっと、ちょっと軽く組んでみましょうか。で、浮きはですねこちら木桜のこのね木桜の STR というね05に板生いっぱい張って、まあ、ちょっと浮力調整をしながらなってね、で今日直結です。直結部分は今この塩気のとこにちょうど入ってますね。でハリスがね、ハリスがシーガーグランドマックス FX の 1.55 で、はい、こちらこれを使っております。はい、というわけでハリかな、ハリスはねみんな同じのを使うじゃないけど、みんな 1.55 って言ったので、まあ、1.55 でいいかなハリはじゃあかかりすぎ口太の方法でいきたいと思います。はい、ということで今日はねパン粉釣法ということで、川の釣り具で10キロ買ってきたうちのとりあえず3キロを混ぜていきたいと思います。ただ水入れるだけだけどね、水入れてつけ餌の分はちょっと寝るぐらいかな。はい、ということで混ぜていきましょうか。パン粉の巻き餌できました。パン粉に水を入れただけと。で、つけ餌はこれパン粉の団子ですね。はい、というわけで釣っていきたいと思います。ちなみにこれは生しておりません。先生どうすか、わからん釣り方が浮かせてそいつらを釣る、浮かせ釣るって俺のとこ全然浮いてねえけど、どうなる、それは巻きが悪いんじゃないやっぱあれかなと。やっぱ川野ダメか。やっぱ川野のパン粉ダメか。川野。いや昨日ポイント時買っちゃえばよかったな。え？それはソゲワ君。捕らえる最高やけどな。それはちょっと粒子があれけど、なんか修行力ある気がするわ。本当に修行力めちゃうんですか。どうなんやろ。生食パンのあれを使ってる。ああ、ちょっとええやつ。そうそう、いろいろあるけんな。山崎やら、領有やらさ、なんかいろいろあるけん。確かに。同じわけねえけんさ。まあ
うお、いっぱい湧いちゃうやん。食っちゃう、ちょっと食っちゃう。みんな食うわけねえよ。あんな湧いちゃったに。あんな湧いちゃったけど餌が下の方にあるけどダメかもしれない。相当下、突き抜けて下に行っちゃう。棚浅くせんとダメやろ。お、ちょっともう真下あるな。あれあれ、あ、届っか。届っか。いや、もうちょっと浮いてから。浮いたら行ける。相当警戒心強いな。すごいですね。冷た。違うか。いやでも今日は入ったけどな。俺が撒いても全然グレわかんけどな。トライアルが一番高級なんやろうな。あ、これはドライイーストが多いなって言うのやろうな。あら、これアミノ酸が入っちゃうみたいな。潮が変に流れよんな。あら、これ右に流れ出したよね、これ。来た来た、音がすげえな、なんかキュービューいいよね。結構入ってたっすね。うん、結構入ってた、1本ぐらい入ってたわ。うん、グレーチヌじゃねこれ。これチヌ、これ50グレーのチヌ。そんなことある。ちょっと待って、これ52歳あるやろこれ。こんなことある。え、動画的にはいい、動画的にいいんかこれ。食べる。でけでけ、ちょっと待って。タモが。いや、でけえやろこれ。入ったか。重って、こんなことある。53種あるよこれ。
やっぱ血の釣り師は血の釣ってしまうんやな。やべやべこれこれはどうかな、なんか知らんけどチヌが釣れました。やべやべ、このチヌなんと計測した結果ですけども55センチです。ちょうど55センチ。過去に釣ったチヌの中で3番目にでかいです。3番目に。ね、やべえなこれ。うん、3番目だね。56が2枚あって、でその次は53ってなもんなんで、もう間違いなく3番目かにでかいチヌです。これ画面で収まらんな、これどう思っちゃいいんだろう。こうか、いやー参りましたね。まさかのグレ釣り来てパン粉情報でチヌが釣れると、はい、これはマジでかいわ。というわけで、まあ、ちょっと棚をね深めにして1本ぐらいかな入れてたら浮きがスッてね、まあ、ちょっと沈みかけた浮きなんだけど、そこからね絞ってた浮きがスッて入ってったんですよ。それで、なんとか釣れました。55センチ。やーべえなこれ。まあ、のっこみの後なんかな。まあ、ちょっと痩せてるっちゃ痩せてるけど。ということで、まあ、ちょっとあんまり長いしてもあれなんで、もう持って帰ることもなく、まあ、魚拓もいいかなって感じですね。56とかあったら、持って帰るかもしれないですけども、ちょっと怪我してたりとかするんで、逃がしたいと思います。はい、というわけで、ありがとうございました。でっけえ、これ。黒湧く？黒相当湧いちゃうんですよ。こっち1ミリも見えんけどな。捉えるっすよ。全くおらんけどな。トライアルやな、やっぱ。クソ、やっぱグレは釣り切らんな。いやいやいや。これが中の杯ですか？え？中の杯はまああれはだってもうグレ湧いちょんし。もう湧いちょんすよ。俺んとこわかんもん。俺んとこ全くわかんないけど。ただただ。めっちゃ湧いとる。本当やな。相当おる。相当おるな。あれおかしいな。なんで？え、なんだあげグレバック。俺ずっと何もわかんよ。いやだけどその巻きに。の上に俺かぶせてサッカーしよんけんおるけど、だからあれに残っちょんグレはおるんや。やけど俺単体で巻くとマジでおらんよ。もう1時間ぐらい1回も湧いてねえ。先端行った方がいいやね。先端行ってみようか。多分な、ほんと巻く量のあれかもしれんな。可能性はなんかある気がするわ。全然わかんけんな。やっぱ尺でけえのいるな。それはあるかもしれない。全然やっぱその音と量とあれやろうな。あ、終わった終わった終わった、やった、初めて湧いたぞ。よっしゃ。やった魚が湧いたぞ。とうとう湧いたぞ。いやこれ違うな、パターンが違うな。これ仕掛け入れるタイミングが早いよこれやったら。おー、湧いた湧いた湧いた、グレめっちゃ湧いとる。グレめっちゃ湧いとる。やっと湧いたと言える数いる。くそー、どうやったら安定するんだ。どうやったら安定するんだこれ。むず。そう、今ねんやけど、そうそう、し白灯台。お、それはグレやろ。こっちも今湧いちょったけんな、ちょうど。
グッドサイズ。おお、グッドサイズ。やったぜ。グッドサイズ。おお、57センチぐらいか。違うなこれ。おい、せっかく芝エビつけた、これか。芝エビ効果やな、さすがやわ。そうやな。おーちょい、今のはグレやな。うん、グレやった、反転したわ。入ったいな。完全にスパーンって入ったんやけどな。終了。はい、というわけで、現在19時47分までやったんですけども、最後までグレを釣ることはできず、隣の人にボコボコ釣られまして、いやーもう完全にね、グレはダメでしたね。見えてるグレはいるのはいるんですけど、でもこう風がね、こう南東っていうのかな、大体南東ぐらいから結構吹いてて、で仕掛けがね、ぐわーってこう、なんていうか、斜めにこう押されるっていうのかな、でしかも軽い仕掛けじゃないですか。でかと 重くすると、やっぱ巻き餌よりやっぱね、付け餌も要するにこう、なんていうのかな、パン粉で作った団子なんで、スーッと落ちちゃうんですよ。だからそのね、スーッと落ちるんだけど、そのあんまり落ちすぎ、そう、だからなんていうのか、馴染む前に仕掛けがね、ぶわって、要は引っ張られるみたいな。でも団子だからある程度か、で、こう保ってくれるんだけど、それでもやっぱり、上上のこの道糸とかがね、もうほぼ真横に近いのよ。当て気味とか、斜め前から来てるから、もうそれでね、まあ苦労して、でガン玉つければもうバーって沈んでいっちゃうし、つけなきゃつけなきゃでもう流れちゃうしで、ね、まあ、非常に釣りにくくてね、まあ、しかもちょっと高いんですよね、しかも干潮だったんで、竿先が下にギリギリつくかどうかとか、まあ、その辺ぐらいだったんですけど、ちょっと難しかったです。初めてのパン粉情報はね。はい、というわけで、もう19時50分ぐらい、8時前なんですよね。今1年間で一番夕方が長い時なんで、まあ、この時間までギリギリやったんですけど、残念ございました。はい、というわけで、風強い、マウント強いですよ。はい、というわけで、片付けして帰りたいと思います。ということで、今日は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー。